あの人の現在。元千歳の現在。2002年に和田摘みの木でデビューした歌手の元千歳さん。その独特な歌い方が曲にマッチして大ヒットしました。そんな元千歳さんは現在何をされているのでしょうか。17歳で奄美民謡大賞にて民謡大賞を史上最年少で受賞し、2002年にリリースされた和田摘みの木が大ヒットを記録。100年に一人と評されたその歌声は日本全土を席巻しました。元千歳さんは以前よりメディア露出が減りましたが、現在も歌手として活躍されています。最近では東京奄美大島出身の辺康介さんとジョイントコンサートを開催など活躍されています。そして2018年6月にはザ・プレミアム・モルツのコラボ企画にも参加されていました。そしてプライベートでは現在故郷である奄美大島で家族と移住されています。旦那さんと中学生の長女、小学生の長男と暮らしながら、仕事があるため東京半分、島半分の生活だそうです。お子さんがまだ幼かった頃は家庭中心に生活されていたようで、そのことでメディア露出が一気に減少したように思えます。しかし現在はお子さんたちも大きく成長されたため、家庭中心の生活でありながら歌手活動も以前より充実されているようですね。元千歳さんの拳の効いた独特な歌声は故郷の島唄に根ざしています。そんな元千歳さんはギターや打楽器など様々な楽器を使った編曲でも歌われる島唄ですが、自分の原点にあるのは三味線と唄というシンプルな島唄、その形も残したいとコメントされています。そして島唄だけを入れた初のアルバム、はじめ唄奄美島唄集を発表し、今年は単独ライブも島唄を歌うそうです。さらに彼女は人が集まれば島唄を口ずさむ地域で育ちました、島唄は私の生活の一部と語っています。現在は奄美大島の魅力を内外に伝える活動をしており、世界中の皆さんに奄美大島の魅力が届いてくれるようにしたいと話しています。